前回、金を手に入れることができたので、今日は新しいアイテムを作るぞー。材料に使うのは、普通のハサミ。このハサミをバージョンアップして、羊毛や葉っぱ以外のものも刈り取れる、スーパーなハサミにしちゃうのだ。そのために必要なのが金なんです。普通のハサミと、金を合体させると、あれー。新品のハサミじゃないとダメでした。新しいハサミと金をこうすると、黄金に輝く、すごいハサミになりました。このモッドを使うのは初めてなので、あまりよくわかっていませんが、革の問題は多分解決する、はず。すごいよく切れそうですね。見た目もちょっとだけスマートになってる。さて、それでは早速このハサミを使ってみましょう。あ、そうだ。牧場を簡単にですが整備して、牛やコッコさんたちを連れてきました。最初のハサミチャレンジは、この牛さん。うわぁ？皮は取れた。取れたけど、これは、痛くないのかな？へっちゃらっぽくてよかったです。一皮むけた、大人の牛さんになったね。ちょっと見た目が気になりますが、攻撃せずに皮をもらえるのは嬉しいです。このすごいハサミは、コッコさんにも使うことができます。あ、隙間に落ちちゃった。って、なんかいっぱい詰まってる。この隙間、鶏はハマっちゃうんですね。後で救出しておきます。ちょろっと見えたように、すごいハサミを鶏に使うと羽をもらうことができるんです。インフィニティ付きの弓が手に入るまでは、非常にありがたいですね。この動画の環境だと、ズンダーローという回復できる弓矢が作れるので、それも量産できそうです。豚ちゃんからは、ちょっと変わった皮が手に入るそうなので、野生の豚ちゃんに会いに来ました。お、なんだか色の薄い皮が取れましたね。ピッグスキン。このピッグスキンで、とても個性的な防具が作れるそうなので、集めてきます。直近ってする音が気持ちよくて、ずっと刈り取りをしていられそうでした。おかげでいっぱい集まったので、パリコレもびっくりな装備を作っちゃいましょう。他の防具と同じように、ピッグスキンを並べていきます。まずはヘルメット。次はチェストプレート。もも引き、じゃなくてレギンス。そしてブーツ。これで全部揃いました。色がまんま豚ちゃんですね。では、装備してみましょう。これは、どうですか？かわいいですか？なんか、チェストプレートをよく見ると6つの点が並んでいるような。これは、もしかして、豚ちゃんの、レギンスだけ装備したら、ピンクの袴っぽくて可愛くなりました。素材や肌触りさえ考えなければ、いい感じです。あ、あと、お尻側に豚ちゃんの尻尾はなかったです。ちょっとだけ残念。さて、おしゃれを楽しんだ後は真面目に作業をすることにしましょう。畑の収穫がだんだん追いつかなくなってきたので、早めにもみじちゃんを仲間にすることにしました。収穫物もこんな風にごちゃごちゃです。もみじちゃんたちを仲間にするには、もみじまんじゅうを手土産にして、スカウトする必要があります。もみじまんじゅうを作るには、あんこや小麦粉、メープルシロップなどが必要なので、まずはその準備に取り掛かります。粉系のものを作るためには、石臼が必要で、石臼には動力が必要なので、水車を作ります。動力には、他にも人力やエンジンがあるけど、昔の日本がテーマだし、大好きなので水車を使います。そして石臼も、動力を伝えるためのギアと、シャフトも作れば、これで準備 OK です。
メープルシロップを採取するためのスパイルや、調理鍋も作っておきました。シロップを採取するの久しぶりなんだけど、確かこんな風に穴開けて、シロップの大釜と焚き火を設置したはず。この穴にはスパイル。おお、ちゃんとシロップが出てきました。可愛くて大好きです。大釜の下に焚き火を焚いたら、あとは放置しておけばメープルシロップが取れます。ここにちょっとずつ溜まってくるのも好きです。水車を動力にするので、石臼は水辺に設置します。水車が目印の粉屋さんにしようかな。そうだそうだ。動力伝達ギアとシャフトで、石臼と水車をつなぐんでした。まずは動力伝達ギアをつけて、シャフトでちょっと伸ばして、水車をつけたら完成のはずでしたが、これは風車です。設置するまで、全然気づきませんでした。当然、石臼はうんともすんとも言いません。今度こそ水車を作って、設置。うんうん、これですね。やっぱり水車は見た目が大好きです。石臼も無事動いたので、ここに小麦を入れれば、ゴーリ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 ー。ちゃんと引いてくれてる感じが好きです。ちょっとずつ小麦粉が溜まっていって、出来上がりました。小麦粉。これがあると作れるものがまた一気に増えます。と、喜ぶ坂兵衛が、もみじまんじゅうを作るために必要な小麦粉は、この石臼ではダメだということに気づいたのは数日後のことであった。石臼の準備をしていたら、時間がなくなっちゃいました。なので、今回のご飯はすでにあるものでパパッと作っちゃいます。まずは、いつの間にかたくさん取れていた枝豆をかまどにポポポイ。続いて、自家製のお豆腐と、同じく自家製の小麦粉で、ヘルシーな豆腐クッキー。ダイエット中でも大丈夫。かまどでできていた枝豆、茹でると増えるので、ものすごい量になります。わかめかな？これをぐるぐるぐるーっと並べて、真ん中にお砂糖を入れれば、ずんだになりました。今回は、ずんだアローでも遊んでみたいので、枝豆はたくさん活躍してくれそうです。そんなずんだと小麦粉で、ずんだまんじゅうができました。さらに、豆乳とずんだを混ぜ混ぜして、ガラス瓶に注げば、ずんだ豆乳になりました。甘いものばっかりになっちゃったので、ご飯というよりおやつですね。お天気がいいので、今日もお外でいただきましょう。ひまわりが満開でした。一本だけ背が高い子がなんか可愛い。今日は、ご飯の前に、いただいたイラストを紹介します。じゃん。なずなさんよりいただきます。もぐ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 。もぐ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 。豆腐クリーパーも可愛いし、坂兵衛も可愛いです。本物そっくりです。なずなさん、ありがとうございました。え？何か食べてなかったかって？豆腐クッキーなんて食べてないですよ。あと、コメントでご指摘をいただいた多少のカクつきなのですが、開始した時に設定を忘れて、描画距離が最大になっていたからだと思います。設定した後の動画からは大丈夫になると思います。今回のお料理は、豆腐クッキー、ずんだまんじゅう、ずんだ豆乳、枝豆とご飯らしくありませんが、次回は何かしっかりしたものにしたいなぁと考えています。和食といえば、やっぱり白いほかほかご飯が欲しいので、そろそろ稲作も始めないといけませんね。と、肝心の街並み作りは全くですが、ちょっとずつ素材を集めていこうと思っています。ではでは、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。また見てねー。今回作ったお料理は、茹でた枝豆、豆腐クッキー、ずんだまんじゅう、ずんだ豆乳。豆乳は、凍らせてアイスみたいに食べても美味しいです。
豆乳の味がかなり消えるので、苦手な人も多分大丈夫です。ココアやバナナ豆乳が特に美味しいです。よかったら試してみてね。